こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。アマゾン輸出、ブラックフライデーから始まるホリデーシーズンは稼げます。今日はそんなお話です。アマゾン輸出、初めてのホリデーシーズンは皆さん興奮します。ブラックフライデー、年初から赤字続きの商売がこの日から黒字化するというのが名前の由来です。アマゾン輸出も最初はちびちび売れる商品を探します。そして徐々にリピート販売する商品が増えていきます。しかしなかなか爆発的には売れません。そんな中、ホリデーシーズン用に3ヶ月から半年分の商品を納品しましょうと、私が提案します。会員の皆さんもね、最初は半信半疑、そんなに納品して大丈夫か、不安を感じる場合が多いです。しかし、ホリデーシーズンが始まると状況は一変します。今まで滞納しがちだった FBA 在庫が一気に売れていきます。もっと思い切ってたくさん納品すればよかった。半信半疑でそんなに納品して大丈夫か不安を感じていたのが嘘のようです。今まで4回のホリデーシーズンを経験してます。Amazon の売り上げは毎年増えていきます。そして今年は不良出品者を一掃したので、ライバルも減って去年より稼ぎやすくなると予想されます。高品質な日本製品は Amazon でもね、大人気です。せっかく日本に住んでいるなら、Amazon 輸出で稼がないともったいないです。あなたも今から Amazon 輸出を始めて、今年のホリデーシーズンは儲けませんか？今からね、6、7、8と3ヶ月で、アカウントを売れるアカウントにする、準備をすると。ね。で、9月、10月でホリデーシーズン用に儲かる商品を見つける。で、11月のね、24日から始まるホリデーシーズンで稼ぐというようなね、スケジュールです。今月31日まで Amazon 輸出のサポート会員を募集してます。チャットワークサポートプラン99,000円、半年のサポート月。個別サポートプラン55万円、半年のサポートプラン月。2種類の、サポートを用意してます。今から年に一度のチャンス、年末のホリデーシーズンに稼げるように準備をしましょう。そして、久しぶりのビッグチャンス。オーストラリアアマゾンの物販開始が控えています。今、アマゾン輸出ビジネスを始めるタイミングとしては最高の時期です。あなたは何を販売すればアマゾン輸出で儲かるのか。まずは45分の電話相談を受けてみましょう。45分のね、電話相談。ね、電話またはスカイプで45分無料で相談を受けていただくことが可能です。こちらのね、青いリンクをクリックして、お名前とメールアドレス、それから題名のところに45分無料相談と書いてですね、相談希望の日時を3つ書いて、送信ボタンを押してください。こちらから日時の、打ち合わせ、すり合わせの、返信をいたします。せっかくね、日本に住んでるわけですから、なかなか日本ほどね、このパソコンもインターネット回線も安く品質の良いものが手に入る。そして何よりね、インターネットで注文しようかお店へ行こうがね、きちんとした商品が安く、正確に早く届くと。なかなかこれだけね、ネットで物を売る、あるいは仕入れをするという場合にね、恵まれた環境はないんで、この環境に住んでるわけですからね、有効に使って、輸出ビジネスをして儲けないともったいないです。この機会に、相談は無料なんでね、あなたならどれぐらい稼げるか、何を売って稼げそうか、その辺のことを、確認してみてください。ご相談お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。